ダンオールスターズがブリングの嵐にさらされたのか。どうもこんにちは、サンキングダムのルイです。こんにちは、ミカエルです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、あのサザンオールスターズ桑田佳祐さんたちでもブーイングの嵐にさらされた、そんな時のお話をしていこうと思います。私たちサザンキングダムは1978年デビューのサザン桑田佳祐さんを中心に、懐かしいテーマから最新の情報までお送りしていきますので、ぜひぜひいいね、チャンネル登録、ベルマークの方もよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでね、今日は、はい、ミカエルさん、はい、あのサザンオールスターズが、あのサザンオールスターズ ブーイングの嵐にこうね、さら、はい、されたというそのお話をね、していくんですけれども、はい、その前にね、こう順序立てていくと、この人をね、この人たちを紹介しないといけないんですけども、はい、NHK でね、はい、FM ラジオ番組で甲斐義博の若いこだまっていう番組があったんですよね、はい、で、この甲斐義博さんっていうのは皆さんご存知だと思いますけども、はい、甲斐バンドのままリーダーで、そうですよね、ボーカル、ボーカリストの、はい、甲斐義博さんなんですけれども、はい、この方が1978年6月の9日、まあ、サザンオールスターがデビューする前のロックの日、まさに6月9日ロックの日に、夏よ来いロックンロール大特集っていうのがオンエアされたんですね。まあ、そのオンエアされた中でっていうところから、まあ、話は進むんですけども、はい、まあ、その前にちょっとね、はい、簡単にあの甲斐バンドさんの紹介をしていただけますでしょうかね、はい、皆さん、はい、甲斐バンドは1974年にデビューされてるんですよね。はい、はい、昭和49年ですね。はい、昭和49年はどんなことがあったのか、出来事があったのかということですけれども、はい、なんかね、モンチッチ人形が発売された。モンチッチの、ね、なんかモンチッチ、はい、覚えてます、私ありましたもん、タンスの上に飾ってましたもん。なんかタンスの上ね、昭和人間だ、昭和の象徴みたいなね、モンチッチ、はい、ね、あれここに着付けられたらないと、あれはモンチッチじゃないな。なかったよね。あったあったあったね、なんかなんとか人形。はい、はい、あと、はい、あとあの長嶋茂雄さんがね、引退されたということですね。茂雄さん、はい、我が巨人軍は永遠、永久、永遠、どっちかな、あれね、多分違う、どっちが違うもんね、に不滅ですって言ったやつですよね、はい、でね、流行語がね、はい、ストリーキング、ストリーキング、なんか子供と聞いたね、はい、なんかすっぽんぼでなんかこう走る、歩く、なんかそんな街中ね、なんかそんなことでしょ。でも流行歌はひと夏の経験で、山口百恵ちゃんでしたね、が入れたみたいですね。はい、はい、好きやったな、懐かしいですね、昭和49年ですね。はい、まあ、そういう時代にね、僕たちもね、一緒にこう空気を吸ってたんですけども、まあそんな時代の、まあ甲斐バンドの番組、ラジオ番組に、で、そのロックンロール大特集としてオンエアされたんですけどもね、その中で選曲で、まあ、甲斐バンドさんの狂ってるか、まあ、皮切りに、はい、まあ、何曲かこうね、甲斐さんが選曲していた曲が流れたらしいんですが、なんと、はい、最後に、うん、甲斐義博さんが選んだ曲が、はい、まだデビューしていない、全然無名のサザンオールスターズの勝手にシンドバッドを流されたんですよ。まだ世に出ない、出てないんです、まね、出てないですよね、まだ世に出てない、うんうん、もう本当にそういう、勝手にシンドバッドをね、なぜかけたかっていうのをね、その時の大先輩、甲斐義博さんがね、こんな言葉で勝手にシンドバッドを紹介されてるんですけど、はいはい、これは絶対売れる、この曲が流行らなければ甲斐バンドも流行らないと紹介されたそうなんですよね。すごいですね、うん、でもなんか、うん、その流されたわけですよね、そのラジオ番組ね、はい、そうですよね、はい、だからその聞かれてたリスナーさん、はい、どんな反響だったんでしょうね。まあ、じやん、まあそうだね、なんかね、どんな反響だったよね、なんか興味あるよね、どんな反響ってね、まあ、絵が見えないでしょ、ラジオ、うん、そう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 、ラジオ絵が見えないから、うん、テロップもないしね、だって今まで聞いたことがないような、早口で、そう、巻き舌で、ね、巻き舌で、うん、ね、テロップはない、うん、何言ってんだ、わからない、そうそうそう、今なんじ、今なんじ、今なんじって意味分からない、知らんちゅうねみたいな。ほんまやね、もし聞いてる人が最初の第一印象、まだデビュー前のサザンを知っている、聞いたことあるっていうね、ラジオね、あのコメント欄で聞いたことある、こんな印象だったって
まあ、コミックバンドが出てきたみたいな感じの印象だったのか、あすごいロックが出てきたな、ロックバンドが出てきたなっていう印象だったのか、ぜひ教えてください。まあ、その時にね、まあ、カイさんがねそうやってこう押してくれるってやっぱりすごいことだと思うよね。いやすごいですよね。うん、しかもそういう言葉をね使って、これは売れると、もうこれが売れなきゃもうカイバンドも売れないっていうね、まあ、こうそうやってもうデビュー前から意識してくださってるっていうのはもう本当に嬉しいというか、売れる、絶対売れるっていうのが ねすごい、なんかこう、まあ、先見性がある、うん、そうすごいね、まあ、こうプロデューサーとしての才能がやっぱりあったっていうことなんだと思うんですけど、まあ、この曲はまあまあね、ロックとか言葉を生み出すとかなんかいろいろ言われてもう聞き取れないとか言われたら、その曲をやっぱりこう先見性を持って紹介してくれた大先輩、はいと、ね、いうことでね、まあ、桑原さんも嬉しかったんだろうなと思いますね。まあ、で、まあ、6月25日に、ね、はい、発売されるわけですよ。そうですよね、はい、サザンオールスターズデビューです、うん、勝手に知ったことで ね、はい、でそこから甲斐義博さんの7月7日のまたラジオ番組もう一度オンエアされてるんですね。2回目やね、2回目でね、はい、免疫つけたらどうなんだみたいな感じで、もう分かりませんけど、はいはい、免疫ついたらどうやったんでしょうね。でも2回も押してくれたってことですよね。そうですね、2回も押してもらえてね、ありがとうございます。カイさんがいなければもうねサザンオールスターズ、私たちもねサザンオールスターズを応援するきっかけがなかったかもしれない。ありがとうございます。で、まあそれだけねひいきにひいきにひいき倒していただいているカイさんなんですけども、はい、でそしてなんとその年の1978年の7月23日にカイバンドさんの日比谷野外音楽堂ですね、まあ、まあこんな日比谷野外音楽堂っていうとよく分かりづらくなるんですけど、なんかヤオンヤオンって言って、僕たちこうなんかねテレビ番組とかで出てなんかこうテレビをねボケーとか見れたらなんかこうあヤオンでやるのみたいなことをなんか耳にしてた記憶がかす、まあ、かにあったりとかするので、まあ、そのヤオンがこの日比谷野外音楽堂らしいですね。はい、でまあここで開催されたカイバンドさんのコンサートに、はい、サザンがオープニングアクトとして、はい、お呼びがかかった前座、まあまあそうですね、前座ということですけども、はいはい、もう前座ということでお呼びがかかって、はい、でもうね、今日紹介させてもらったブーイングの嵐はここで起こってます。もうね、はい、帰れとかね、出てくんなとか言われたかどうか知りませんよ。知りませんけどね。何を書いて知らんよ。それは知らんよ。言ってないもん。言ってないもん。もうめっちゃ調べたよ。で、まあ、それ言われたかどうかわからないですけど、あの、まあ、いろいろ調べて、少なからずとも、その、声はね、一応集められたので、で、まあ、やっぱりその、聞いてる、見てる限りは、では、あの、かなり滑って、かなりブーイングだったという印象を受けました。で、まあ、ちょっと一部ね、お声をね、一つ二つ紹介させてもらうと、まあ、ある方がコメントで書いてあるんですけど、まあ、前座で演奏したサザンオールスターズが本当に受けなかったと、本当に受けなかったって書いてあると。実際に人気が出てきたのは、まあ、翌月くらいからでしたからねっていうふうなコメントであったりとか、まあ、もう一つちょっと紹介させてもらいましょうか。日比谷のね夜音で見た熱いライブ、今も鮮明に覚えています。あの時前座にサザンが出てきて、まあ大ブーイングでしたけど、今超ビッグになってんだよねっていうね。なんかね、あのこの時ね、前座がサザンで中座が柳ジョージさんとレニーウッドが務められたそうで、はい、まあもう本当にあの皆さんね、ただ滑りだったという話を、僕たちこう調査した時は聞いております。調査というかね、まあ、調べさせてもらって聞いたんですけど、ただお一方だけ、あのこれはもうね一人しか見つけられ、まだね探せばもうちょっとあるかもね、一人しか見つけられなかったんですけど、ある方は、まあそうね、あの会社のライブに参加させてもらいましたと。で、あのサザンがね、その時はまだ全然有名じゃなかったけど、サザンが出てきて、最初は、まあ、もう一つだったのに、やっぱりあの桑田君のノリと勝手にシンドバッドのノリで徐々にこう盛り返したみたいな話もあるんですけど、まあ、あのその辺がねどの程度だったかっていうのも僕たちその時にねその場にいないので、あの絶対これを見てらっしゃる方で、あの
当時参加したっていう方ねきっといると思うんで、もしそう当時参加したっていう人とかね、その参加したとの話を聞いたことあるとかっていう人はぜひコメント欄で甲斐バンドのねその当時の様子であったり、サザンのね前座の様子であったりっていうのをね覚えてらっしゃる方とかはコメント欄でぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。はい、私たちサザンキングダムは1978年デビューのサザン桑田佳祐さんを中心に懐かしいテーマから最新ニュースまでお送りしていきますので、ぜひぜひいいねチャンネル登録ベルの方もよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。